色あせた写真。ファインダーに笑顔を向ける母。写真から笑い声が聞こえてくるようだ。まだ私が生まれる前のこと。母の隣にいる友人とは休みの日には予定を合わせて様々なところへ旅行に行ったそうだ。お気に入りの旅先はゲロ。いろいろな場所を巡り、お酒を飲んだり、雪の中ではしゃいだり。ゲロへは何度も訪れたそうだ。美しい景色を見て、いろいろな体験をして、心を動かす、感動する。そして大切な人と分かち合う。人生を楽しむこと、それが母の大切にしていた価値観だった。まだ若い父に抱かれた幼い日の私。初めての旅行は夏のゲロだった。セミの声、水しぶきの心地よさ、揺れる木々の葉から差し込む光、もぎって食べたトマトもいつも食べていたものと違って果物のように甘く、森の音を聞きながら流しそうめんを食べて、小さい私にはアユはまだ苦くて、初めての夜更かしはとても楽しくて、でも眠くて。初めてだらけの非日常は、子供ながらに感動したのを覚えている。ゲロは私にとって馴染みの場所になった。特に秋は訪れるたびに新しい発見があった。風情ある街並みをぶらぶらするだけで何とも楽しく、母からもらったカメラを持って秋のゲロを巡る。まるで写真に収められるために赤く染まっているかのようで、導かれるようにたくさんの場所へ足を運んだ。ゲロの秋は私を新しく染めたのだ。大切な人が私の前に現れたなら、ここへ連れて行こうと決めていた。ゲロの桜は父が母に思いを告げた場所だった。来たかった場所に
来ることができた。巡る季節のように絶え間なく続く、これが私の新しいスタートだった。私のこと、そして母を連れて秋の下呂を訪れた。そしてなぞるように下呂を巡る。この子にとっては見るものすべてが新しかった。いろいろな場所を歩き、いろいろな旬を味わい、湯に浸かり、母が私を連れてきてくれたように、私もまたこの子を連れて行こう。このようにして思い出はつながっていくのだ。ありがとう、お母さん。飛騨国下呂の旅、思い出はずっと綺麗なまま。